ポーランドの王林にあるトリグラフの像トリグラフはスラブ神話に登場する神、あるいは神々の集合体である。キリスト教の三位一体やヒンドゥー教の三神一体と似たところがある。しばしばトロヤンと同一視される。トリグラフは三柱の神々からなる単体の神であると言う。この三人組を構成する神は厳格には定まっておらず。 時代や地域によって様々だった。古くはスバローグ、ペルーン、ダジボーグのシ柱がトリグラフを構成していたが、構成、ダジボーグはスベント人やボロスにとって変わられた。しばしばトリグラフがシ柱の神々の融合体であるとする記述もある。まれにトリグラフはそのシ柱の神々の息子であると語られることもあり、こちらのトリグラフは同時に よりかいの神々からなる個体なのかもしれない。とある伝承では、トリグラフは布で完全に覆い隠されているという。というのも、人々の邪悪な行いを直視することができないほど、神聖であるからである。人間の前に姿を表すことは滅多にない、とされている。トリグラフは一般に三つの頭を持った男性の姿や、三つのヤギの頭を持った男性の姿で、 表されることもある。トリグラフの神殿はバルト海周辺の各地の町にあったが、ポーランド、バルト海沿岸にある町シケチンのそばに主要な神殿があった。神殿のトリグラフ像は金色の布で目と口を覆われていたといい、それはトリグラフが持つ予知能力を示唆しているという。キリスト教家の中、これらの神殿や心臓は全て破壊されてしまった。 1127年には、バンベルクの司教夫が、シュケチ,チンの神殿を破壊した。ランス大司教だったエボによると、トリグラフの三つの頭は、それぞれ天空、地上、地下を表しているという。トリグラフは世界を成す三つの王国全てを支配しており、故に三つの頭を持っている。また人々が犯す罪を見ることができないため、 その三体の目を打っているのだ、と語った者もいる。この像にあるすべての目が覆われているということから、その目には偉大な力が宿っていると語る者もいる。スロベニアにあるトリグラウさんは、このトリグラフとは関連性がないとされる。ありがとうございます。